アイワー・サンクションは1975年に公開されたアメリカ合衆国の映画、トレベニアンの同盟の小説を原作にして、クリーント・イーストウッドが監督、主演を務めた。山を舞台としたスパイ映画で数多くの登山シーンがある。大学の美術教授ヘムロックは、かつて情報機関で数多くの暗殺を手掛けた凄腕の殺し屋だったが、殺しに嫌気が差し引退していた。 ある日、ヘムロックのもとに、諜報員のポープから連絡が届き、諜報機関のトップドラゴンに呼び出される。ドラゴンは、諜報員が殺され、極秘情報が盗まれたため、犯人の二人の男を始末してほしいと依頼するが、ヘムロックは依頼を断ろうとする。しかし、闇ルートから借り入れた美術品の情報を税務所に知らせると脅されたため、 ヘムロックは2万ドルの報酬とコレクションの保証を引き換えに犯人一人の暗殺を引き受け、チューリッヒに向かい犯人を暗殺する。任務を終えたヘムロックは帰国しようとするが、女エージェントのジェマイマに2万ドルと美術品の合法性を示す文書を奪われてしまう。ジェマイマがドラゴンの命令で派遣されたことを知ったヘムロックは、ドラゴンの元に乗り込み抗議するが、 彼は返却と報酬の上乗せを引き換えにもう一人の男の始末を依頼する。ヘムロックは断ろうとするが、殺された、諜報員、アンディ・パックが自分の命の恩人であり、かつて戦場で自分を裏切ったマイルズが殺害に関与していることを知り、依頼を引き受ける。ドラゴンから犯人は、片足が不自由な山男で、国際親善の一環として、 アイガーに登山すると聞かされたヘムロックは友人の登山家、ベンの元に向かい、登山に向けてトレーニングを行う。そこにマイルズが現れ、犯人の情報と引き換えに自分の命を助けてほしいと取引を持ちかける。しかし、ヘムロックは女性スタッフのジョージに襲われ、それがマイルズの指示だと知り、マイルズの用心棒を殺して彼を荒野に置き去りにする。 トレーニングを終えたヘムロックは、ベンと共に、スイスに向かい、登山チームと合流する。ベンから、足が不自由な男の情報を聞いていたヘムロックは、チームのリーダーである、フレータッグを犯人だと疑い、アイガーへの登山に挑む。ヘムロックを見送りに来たポープはジェマイマに対して、盗まれた、極秘情報は、偽物だったこと、敵対組織に、それを気づかせないために、ヘムロックを呼び戻して、 敵対組織への報復を偽装しようとしていることを語る。ヘムロックの命をないがしろにするやり方に憤慨したジェマイマはポープとドラゴンを非難する。登山チームは順調にアイガーを登っていくが途中で斜面が凍結して登山不可能となり下山を決意する。しかし下山途中で足を踏み外してメンバーが滑落し、ヘムロックを残して全員死んでしまう。 中吊りになったヘムロックのもとに、ベンが現れ助けようとするが、彼が足を引きずっている姿を見たヘムロックは、ベンこそが恩人を殺した犯人だと気づく。ベンは薬物中毒だった娘、ジョージを助けたマイルズに借りを返すために仕事を引き受けたが、君が殺した男が彼を殺したと語り、自分には殺す意思がなかったことを伝える。ヘムロックはベンを許し、 彼と別れてジェマイマと一時を過ごす。ありがとうございます。